ツアブース、皆さんこんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日もちょっと前回に引き続いてウィーンをねご紹介しようかなと思うんですが、やっぱりウィーンといったらお菓子ケーキのね街ということでもあるので、早速目の前には皆さんもねきっと聞いたことがある、日本でもねきっと売られていると思うんですけど、あのザッハートルテ、ザッハね本店がありますよ。まあただまあね、サムネイルを見ていただいて分かると思うんですけど、ザッハって書いていないので、ザッハのご紹介は今日ないんですよね。というのは、まあ、あのクリスマスあたりもう一回ちょっとマーケティングの方にね、プレスの方に連絡してみたんですけど、やっぱちょっとね NG が出ちゃったんですよね。前の方は OK だったのですけど、なのでちょっとご紹介ができないと。まあ自分の何ですか、まあ机であのザッハトルテ食べてレポートするっていうのは別にね問題ないんですけど、まあせっかくだったらねいつかゆっくり中もねご紹介したいなということなんですよね。なので今回はちょっとただまた特別な別の素晴らしいところをねご紹介しておうかなと思います。目の前には1869年にね完成した、まあ、世界でも屈指のオペラ劇場が見えますよね。まあ、ちょうどノイシュマンシュタイン城が着工した年と同じなんで、そんなに古くはないんですよね。まあ、グスタフ・マーラーとかリヒャルト・シュトラウスが、ね、総監督を務めて、来月2月16日はね、毎年1回大きなイベントね、あの舞踏会があるということで、国際的なゲストも呼んでの大きなイベントがあるということで、確かチケットがねもうきっと完売してると思うんですけど、1枚350ユーロとか5万円ぐらいするような、まあ、ただ華やかなね舞踏会を見ることができるということなんですよね。まあ、このオペラ劇場に、まあ、その昔から、まあ、ブッフェケータリングをね提供していたお店がこのちょうど向かいにあるんですよね。ちょっとあそこのパステル調のラデュレではないんですよ、ゲルストナーですね。カイザーケーニヒリヒホーフツカーレッカーということで、まあ、提出もしくは宮廷御用達のお菓子屋さん、まあ、この辺りはねオーパーリングということで、昔裕福な、まあ、金融投資家が多くの、ね、宮殿を建てたという場所で、まあ、ローとしている時の、ね、宮殿も建てたということで、この目の前に見えますよ、ゲルストナーが。まあ、1847年創業ということで、まあ、獅子もお気に入り、まあ、宮廷にもケータリング、ブッフェなどを、ね、提供していたということで、その後もまあ、バンコク博覧会でお菓子の部門で金賞を取ったりとか、ケネディとかフルシチョフの首脳会談でも、まあ、ケータリングを提供した今でも首脳会談でね担当されているということで、日本でももしかしたらおなじみかもしれないんですが、ここを皆さんにちょっとじっくりご紹介しようかなと思います。早速ゲルストナーの、ね、中に入ってきました。まだちょっとオープン前ということなので、ちょっと皆さんにゆっくりご紹介できるかなと思うんですが、早速、あ、これはなんかあのミントの飴らしいんですよね。僕もまだ試したことがないんですけど、これはちょっとまだクリスマスとか冬の時期の特別な商品ということで、チョコレート菓子なんですかね。これはお酒入りのフランツーズのチョコレート、あとこれエスプレッソのコーヒーも売ってるんですね。知らなかった。ゲルストナーのお茶もありますよ。あ、こういう、あと引いたシシーの紙の箱に入ったカフェコーヒーですね。あとシュルムベルがあって、有名なオーストリアのスパークリングワインの老舗の商品もあるということで、あ、やっぱこれですよね。シシーのビロードで巻きつけられたというか、可愛い箱の、美しい箱のスミレ、砂糖漬けされたスミレ、日本でもねすごく有名。あ、これがそのミントの飴、これは全部シュルムベルガーのスパークリングワインであったりとか、モーツァルト、あ、クリーム、これはリキュールなんですかね。こういったミニのセットもあったり、ここも全部スパークリングワインですね。へえ。あ、こういうシシーのモチーフになっているクリム島のモチーフもありますね。あ、こういうポルツェラーン、ゲルストナーの特別にきっと作られたカフェセットというかティーセットのカップもあるんですね。
じゃあ早速チョコレートとか、わあこれも美味しそうですね。小さなミニの1.7ユーロぐらい、まあ、箱詰めのもあるんですけど、自分で好きなように詰めてくれる。これは何だろう、バレンタイン、あもうそろそろバレンタインが近いから砂糖菓子ですかね。こういうやっぱケーキですよね。あとやっぱりプラリネもありますけど、ゆっくりオレンジカラメルバニラシュニット、わあ一個一個が、あでも思っていたよりか高くないですね。1個 5.5 とか、あゲルストナートレテってのがありますよね。このゲルストナーで一番まあ有名というかお店のオリジナルのケーキ、ヌストルテ、今はねベーガンもヨーロッパ流行ってますから、あとシシートルテ、モーントルテもありますね。あとやっぱりオーストリアって言ったらシュトゥルーデルなので、美味しそうなシュトゥルーデルも食べることができる。こういう小さいカナッペって言うんですかね、あかわいい、これクグロフもありますよ、小さい。あとこういったチョコレート、プラリネの箱詰めもいいですね、かわいらしい。あのステファン・ジーンとかオペラ座をモチーフにしたチョコレートの詰め合わせ、こういうナプチン、他にも板チョコもありますよ。ちょっと値段がね、あのまだオープン前なので値段のあのシートが貼られていないというか、シシーチョコレートもあります。でもこれね 4.9 とか、これ9ぐらいするんです。やっぱりかなりいいお値段はする、これも全部さっき見たシュルンベーガーのスパークリングワインですね。こういう風になっていると。じゃあちょっと今上がショップだったので、今度は2階に行ってみましょうかね。10時から、こんな風に、わシャンデリアが素敵。10時から確か23時まで、この今2階ですから、日本でいう2階、ドイツでいう1階で、簡単に軽食がね食べることができる。そしてバーがこういう風にあるんですよね。わあ素敵な雰囲気ですね。見てください、ここでこのオペラ座を横にしながら豪華なソファーで食事をすることができるんですよね。ここにあるのもあのさっきショップで見たケーキと同じものが並んで食べることが、まあ、できると。そして2階ですね。ここに書いてあるゲストラブランチ、日曜日11時から14時ブランチが食べることができる。そして通常は11時から2階でお食事ができるということで、ちょっとどんな感じなのか、もうすごいですね。なんかすごい有名な人が訪れているんですかね。ちょっとすぐに判断ができないのでごめんなさい、飛ばしてしまうんですけど、うわーすごい雰囲気がまたすごいですね。この辺り書いてある、うわー見てください、バーですかね。まずこの天井がすごいですね。ここからまでも宮殿のような天井がこうルネサンス様式のようにちょっと見えますけど、豪華ですね。こんなところでお酒なんかが飲めたら最高じゃないですか。食事もここでできると。わあ祝祭の間ですねここは。あうわあすごい、こちら側もあのオペラ座に面しているということで、食事がしかも
こんな素敵な雰囲気でできるんですよ。でも何だったかな、なんか95ユーロとかそれぐらいしたような、お部屋をね借りることもできると。ごめんなさいね、ちょっと今掃除をしているとかわざわざ邪魔しちゃって。ブルーサロン、青のサロンということで、わあ、これはやっぱりなんかヨーロッパに来たなっていう感じですよね。そして最後がなんかテデスコって書いてあったからドイツのお部屋。わ、これもまた木目調のすごい、見てください、お城に来た感じですね、まさに。なかなかちょっとこれいいのはドイツでは味わえない。さすがハプスブル帝国。あれもカミンがありますかね、オーフェンですか、カヒフェルオーフェンって言うんですか。うわー、ということでちょっと僕もなんかケーキ食べてみようかなと思います。ということでこのオペラ座が見える、わ、見てください、雪が舞ってますよ。なかなかウィーンはね、ミュンヘンに比べると標高が低いので雪が降るってことはあんまないんですけど、積もるってことはないんですけど、ということでエスプレッソとやっぱりゲルストなので、ゲルストナートルテ、わー、いただきます。このお皿がまたシックです、いいですね。こんな感じ、いただきます。うわー、すごい、まあすごいチョコレートがね主張して濃厚なんですけど、そこに間にスポンジの、ちょうどいい硬さのスポンジの生地が入っているので口どけもいいんですよね。なんか食べれば食べるほど味が、味に、口に馴染んでくるというか、なんか人間で言うと、普段は控えめなんだけど言うときは言うみたいな。ちょっとここから1週間ぐらい甘いもの控えていたので、それがぐっとさらに応えるというか美味しさが増してる感じがします。ゲルストラでねケーキを食べ終わったということで、ただねなんかいつも甘いものばっかり紹介してるじゃないかということで、まあ、ここの目の前にも有名なカフェね、ハベルカがあるんですが、ちょうど今僕がいるのはあのグラーベンっていうね、本当にステファン寺院の近いところなんですけど、まあ、個人的に、まあ、ちょっと手頃にパッとさっと食べれる、まあ、ちょっとファストフードのねお店がここにあるんですよね。ちょうど去年で120周年を迎えたチェスニエフスキーっていう、まあ、ちょっときっと東欧関係のあれとオーストリアの料理というかあれが文化が混じったのかな、こういう黒パンに様々なものを乗せたものということで、どうだろう、ガイドブックに載ってたかな、意外にもしかしたら皆さん行ったことがある人少ないかもしれないんですが、ちょっと早速食べてみましょう。早速中に入ってきました。内部はかなりシンプルですよね、まあ、ちょっと座る席があったり立って食べれる席があるんですけど、わーすごいカラフルな黒パンにね様々なこう何ですかスプレッドというかこう乗せて食べる、なかなか確かにあんまり見ないですよね。美味しそう、鮭ラックスになんか人参が乗っていたり、たくさんの種類が、シュペックミッドアイっていうベーコンとエッグがすごい人気のようなんですよね。他にも玉ねぎ大、ゴルゴンゾーラ、いちご1個 1.7 でしたいすって、トマトがあったり、おお、トリュフ、で飲み物あるということで、あ、書いてますね、1個 1.7 で5個で 8.5。 じゃあちょっとなんか僕も頼んでみようと思います。この3つ頼んでみました。
カラフルで美味しそう。で、飲み物はアルムドゥドラっていうオーストリアでは有名な、なんですかね、炭酸飲料水。これ美味しそうなんですよね。エルトがイチゴとゴルゴンゾーラですって。美味しそう。すごい結構強めのゴルゴンゾーラ。僕好きなので、黒パンと合う。イチゴのペーストもほのかに効いて美味しい。これいいですね。美味しい。これもパンもね、ふわふわで、卵とベーコンもしっかり味がついてて、お互い負けてない。これね、5個いけちゃいますね。3つじゃんお昼に本当にちょうどいいかもしれない。レストラン入んなくてもね、いいので、ヘルシーな感じもするし、おすすめ。ということでね、2回に分けてまたウィーンをね紹介させていただきました。ウィーンはミュンヘンから片道4時間なんですね。だいたいベルリンと同じぐらいの距離なんですよ。ただミュンヘンウィーン間はすごくね安いチケットがね結構あるんですよね。今回も片道、18.9 ユーロだったんですね。だから往復でだいたい45、6ユーロだったかな。だから5000、6000、ベルリンだともう100ユーロぐらい行ってしまうんですよね。なので結構個人的にはヨーロッパのね雰囲気、街並みを楽しみたい方はミュンヘン、ザルツブルク、ウィーンに行かれるのがねいいかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チュース。